今日もあなたと百姓天国。さあ、梅雨明けしましたですね。そんなことで、こちらキャベツのね、一発目の、キャベツ2本目ですね。2本目のキャベツね。ちょっとここが長いベッドでね、こんな感じで割っております。今のところ大丈夫そうかな。枯れてはないね。まあ、これが一気に暑くなりますんでね、植え付けてこうやって寒冷舎、黒寒冷舎でね、防虫ネットと黒寒冷舎という形でね、こうやって保護してですね。いや、今年の梅雨は長かったですね。さあ、そういうことで今日はね、ちょっとここに車がダーンと止まって、お手伝いの方がね、2人来ていただいて、1人が農家さんの奥さんと、1人がね、いつもお手伝いに来てくれてる個人事業主の社長さんという形でね、はあ、今日でできれば今日明日でね、なんとかじゃがいもね、終わりたいかなという感じですね。ここのメインの畑ね、ここの今キャベツの2本目のところからずっとあそこのヤーコのところまでね、なんとか終わりましたですね。まあ8月に入って掘ったのはね、初めてですね、多分ね、初めてだったと思います。でね、思ったよりかね、もうどうせ水に、ここは結構ね、梅雨の時に水に浸かってしまいましたんで、出来はどうかなと思いましたけど、思った以上にっていう感じですかね。これ十勝高原ですね。越冬してね、長期貯蔵で越冬して2月3月に出荷する予定の十勝高原ね、まあまあじゃないですか。うん、思った以上にいい感じですね。もう水に浸かっちゃったんでね、掘り上げた瞬間にもう痛みがバーッと広がるかって言ったらそうでもないんで、よかったですね。よいしょ。今日はもう十勝小金と最後シャドークイーンね、もう後半戦のジャガイモになりますね。はい、こちらね、シャドークイーン、まあまあですね、まあまあだと思います。こんな感じでね、いやー疲れました。まあでもね、今日でなんとかね終わるかなと思えばね、なんとかギリギリ間に合いましたね。やっぱりマルチが必須ですね。マルチをやっといたからこれだけね、水に浸かっちゃいましたけど、ウネマがね。でもまあまあ大丈夫、ギリギリやっぱり大丈夫でしたね。やっぱりマルチは必須ということですよね、やっぱりね。今年はこれでね、例年の種芋150キロ、例年の半分ですからね、半分にしといてよかったなと今更ながら思いますよね。まあしかし本当に今年はね、もう手伝いに来てくれた方もそうですし、嫁からもね大ブーイングですよ、じゃがいもね。もうこんなに、来年からもう嫁はね、じゃがいも作業はやらないと、宣言しておりますんでね、来年はどうしますかね。お手伝いに来てくれている方のもう奥さんも含めてね、A さんの奥さん元気ですか。この間一緒にお食事しましてね、奥さんどうですか、じゃがいも来年からお手伝いということでね、戦力として考えてもよろしいでしょうかねと思いましてね、ちょっと画面上から呼びかけてみましたが、今日もなんか旦那さん誘ったみたいですけど、なぜ来てくれないんですか。まあいいんですけどね、そんないけません、そんなでお手伝いに来てくれてる方のね、奥さんまで巻き込んでですよまあまあいいんですけど、これでね、今年はなんとかね、でやっぱりでもこの辺はやっぱりこの一発じゃなくて秋にやる人がやっぱり多いみたいでね、確かに秋じゃがね考えた方がいいかもしれないですね。どうしてもこの梅雨と被っちゃうんでね、まあ来年以降ちょっと考えますか。でも8月9月って言ってましたね、9月に植えるって言ってましたけど、9月忙しいんですよ。まだそしたら7月の方がマシかなと思いますんでね、ちょっとこういう風にこれはもう痛みですよね。十勝粉がね美味しいんですけどね、痛みやすいっていうのがねちょっとネックだったんですけど、でも思った以上にね、やっぱりマルチ取ってよかったですね。マルチは必須ということですね。うん、9月に植えて、9月一番忙しい時におそらくジャガイモ植えてる時間はうち我が農園にはないですね。9月はめちゃくちゃ忙しいんでね、キャベツ白菜などねドーンと植え付けがありますんで、ということで、よいしょよいしょ、
よいしょ。まあ今年はでもジャガイモちょっと苦労しましたんで、ね、来年からちょっとね、腕間をちょっと考えますね。腕間のあのビニールをね、ちょっとあの伸ばして植えるとかね、なんかちょっと考えます。このままだとちょっと手が回らなかった時にジャガイモね、本当にこうやってえらいことになって、もう嫁がジャガイモ掘りには参加しないとね宣言しておりますんでね、場合によって来年やれって言ったら、あの二言目には離婚とか言い始めますんで、えらいことでございますんでね、これね。どうですか、有機農業をやっていてジャガイモ離婚とかね、最新トレンドに入るかっていうね、A さん、来年奥さんよろしくお願いしますね。A さんは絶対に YouTube には出たくないっておっしゃってるんで、後ろ姿だけですけど、奥さんもぜひね、来年は一緒に芋掘り手伝ってくれると嬉しいなというふうに思っておりますんでね。よいしょ。よいしょ。そんな感じでね。今年は本当に2020年はやっぱり新規収納1年目はジャガイモ苦労したということでね、確かね、千葉の時は今から何年前だ、14年ぐらい前ですかね、2月に植えましたね。2月に植えて、まだその当時私は厚木から千葉に来た時代ですから、1ヘクタールやったことなかったね。厚木時代は6ターンぐらいで終わりましたんでね、1ヘクタールをやる実力は当時なかったですから、私は。それでね、収納のね、場所を探すのに1回就職しましてね、トラックドライバーやりながら、それで日本全国ね、休みの時にいろいろ来ましたね。当時神奈川にいましたから、長野、山梨、そして茨城、栃木、そしてまあ最後に、千葉と。千葉もね、最初はね、茂原っていうところに収納予定だったんですね。そこのところにどれぐらい、8ターンぐらい最初やってもいいよって話があってね、それが何年だろうね、それが決まって、その1ヶ月後に、そうね、最終的に収納する成田のね場所に急遽変更ということでね、まあまあ本当に紙一重なんですよね、新規収納というのは。もう何がどうなるかね、まあ全て、まあそういうものは直感でね決めていかなきゃいけないですね。まあ最終的にね、本当に、成田はいい形でね、こうやって十数年かけて、自分なりにね、もう8ヘクタールまで広げて、有機栽培でね、個人でとにかく何ヘクタールまで行くかっていうね、課題はおそらくね、自分の中ではもう見つけることができたのでね、良かったと思います。よいしょ。いやいや、この辺はでもまずちょっと小粒ですね。あんまり入れるとこの後洗うのでね、少ないぐらいがいいですね。さあ、ちゅうことで、よいしょ、よいしょ、はあ、ようやくこれでね、じゃがいも掘りが終わりまして、朝が作付けですね。8月はもう大根一発目にいつ撒くかですね。大根の種まき時期はね、先ほどこの聞いたら8月10日前後って言ってましたけど、どうですかね、10日前後。よくらせちゅうことで、以上ね、もう嫁の背中がなんかちょっとブチ切れてるのがなんとなくわかりますよね、なんとなくね、嫁がちょっと不機嫌になっておりまして、仕方ございません。ヤーコンがね、こんな状況なんですね。もう8月で、ね、こんなのはまあ普通ありえないですね。だいたい里芋と同じぐらいの高さにならんという感じですね。里芋は今年雨降ってね、まあまあ順調だと思いますけど、ヤーコンがこう、もうこういう感じですね。
多分今年はもう球根を取って終わりという感じかもしれないですね。今は取れないかなって感じがしますね。ということで以上ね、今日でジャガイモね、2020年のジャガイモはこんな感じで、おそらくまた例年数十年に一度の大雨の梅雨でしたということで、今年は終わりということでございます。本当にね、お疲れ様でございましたね。来年はね、6月の終わりに掘ります。もう1月の真ん中に植えて、1月の真ん中ぐらいから植え始めて、2月の真ん中ぐらいで植え終わりまして、6月の真ん中ぐらいから掘り始めないといけないですね。でも7月の頭か6月の終わりに掘り終わるという作戦で、梅雨前に掘っちゃうということにしようかと思っています。ということで以上、2020年のジャガイモ、なんとか今日明日までかかると思いますけど終わりかなということでございます。ね、お手伝いに来て期待いただいた、ありがとうございました。ありがとうございます。へい、へい、以上です。